いルルちゃんからの寝起きの32歳竹脇まゆなです。おはようございます。ということで今日はイベントとお仕事の日の私の仕事の裏側に密着、イエーイ。今はね、朝の8時40分なんですけども、午前中いつものレギュラー番組の撮影をして、でその後に YouTube さんのねブランドキャストっていうイベントにね登壇させていただくんですよ。結構ね貴重な機会なので、動画とかね皆さんにお見せする機会もねなかなかないと思いますので、痛い。やっぱりね、私もさ前に出る人間だからね、イベントの前の日はたくさんお風呂に入っててパックとか完璧にしちゃって最高の状態ってことはないのよ。昨日とかさ、これがリアルなんですよ。本当になんか疲れ果ててさ、安定のごとく寝落ちしちゃって、だから今からお風呂に入っていこうと思います。よし、風呂上がり、イエーイ。フェアオイルはオーシャントリコのアンサーオイル、洗い流さないヘアトリートメントです。これいただいてから使ってるんですけど、なんかすごいイカチ。今9時過ぎなんですけども、午前中はね関西の番組に私レギュラー出演させていただいてて、カラオでイージーなルーティンでっていう番組、2時45分から毎日やってる生放送の番組なんですけども、映像でレギュラー出演させていただいてて、その撮影をね午前中するんですよ。で午後はね、なんと両国国技館に行って、 YouTube ブランドキャストっていうちょっと一般の人向けではないんだけど、ここにね登壇することになっております。そのブランドキャストっていうのは YouTube が主催でやってるイベントで、企業のマーケターさんだとか企業の広報担当の人に、 YouTube って今こういう状況ですよ、こんな活用のされ方されてますよみたいなね、 YouTube のこと知ってもらうイベントみたいなの開いてるんだって。さあ、なんかすごいんだけど1000人とか2000人来るんだって。私こんなにねリアルで多くの人の前に立つのって初めてなのよ。リアルイベント 4,50 人の方のねミニマムのやつしかやったことないからさ、急に1000人と2000人の前に出るのってさ、びっくらぽんよ。緊張してるんだけど、私とあと何人かのクリエイターさんと暇スイッチさんも来るんだって、イエーイ。何人かしかないんだけど選んでいただいて、うれぴー。そんな大事なイベントの前の日に私はさ寝落ちするっていう最悪コンディションよ。しかもさ、ネイルに行く時間とかもね今回なくってさ、ネイルチップとかもイベント前に自分でやります。こういうコンディションが整ってない時ほど小顔体操と頭皮マッサージ、側頭筋ね、この桃の子を下から上にマッサージしていく。本当はね、ちょっとむくんでるから朝散歩してね、組取りたいんだけど、ちょっとね、もう時間がないから今日行かないんだけど。はい、ようさん、セロトニンちょうだい。朝ごはんでー、最近ハマってるゴールデンキウイとヨーグルトでーす。いただきます。メイクしていきます。最近さ、メイクさんに教えてもらってこのスポンジにこれをね含ませて、ちょっとポンポンポンってやりながらファンデーションをねこれでなじませていくっていうやつ、今ちょっとこれ化粧水しかついてないけど、そういうやり方を聞いてます。ファンデーションはメイクアップフォーエバーの SD スキンファンデーション 1N14 と 1Y04 を混ぜてます。ちょっと濃いやつと薄いやつ、適度にツヤが出て、しかも汗が出るようなね撮影してもね全然崩れない。さっきのこいつ、これでなじませていく。よし、メイク完了です。よし、じゃあよし、じゃあ撮影準備だ。ちなみに我が家は機材が入ってるクローゼットみたいなのがございまして、ここにね普段カメラだとかバッテリーはね他のところにあるんですけど、色々を入れてたりとかします。あとはここはスタンドですね。あと生配信で使うコード系とかもこんな感じで入ってたりとかして、で下にはね持ち運び用のカメラ入れるやつとかね、そういうのが入ってたりとかして、これでいつもね撮影準備をしたりします。三脚から持ってくか。昼ご飯を食べます。時間がなかったんでね、ブリトーを頼みました。ブリトー大好き。ブリトーってさ意外とヘルシーでバランス食っていう話をね、アレナのレイシーとよく話すんだけど、こういうね皮の中にさアボカドとかチキンとかポークとかビーフだったりとかもするんだけど、レタスとかトマトとかもねたっぷり入ってる。あと豆の煮込みみたいなのが入ってて、これ1個ですごいバランス取れる、すごい美味しい。いただきます。うん、うんまっ。
中にコーンとかアボカドとか芯がたっぷり食べ応えあるの。ネイルは自分でやりました。チルフでもこういうね、可愛いネイルできるからいいよね。うんね。というわけで着きました。両国国技館です。イエーイ。見てブランドキャスト、中もすごいんだよ。こちらが控室に向かう道でございます。相撲さんがいるって感じですね。こんな会場だそうです。やばあ、お疲れ様です。よろしくお願いします。私の控室です。さすがなんか相撲さんのエリアだけあって大きいですよね。そう、私のいつもメイクを担当してくれてるタミさんとマリアちゃんです。今日も可愛くしてください。でかいですよね、明らか。襖が1枚がでかくないですか。今日はアミさんにメイクしてもらうから、午前中自分でメイクしたんですけど、一品できました。ステージ用のはね、また違いますからね。今日のアミさんセレクトはこれですね。はい、NARS のライトリフレクティングマルチアクショントリートメントローション。なげー。あ、プライマーか、これ NARS のフォア&シャインコントロールプライマー。で、いつも使ってないですけど、こちらの NARS のクッションファンデ。お、クッションファンデ。へー、 NARS 縛りで今日はフェースはいきます。素敵。私が使ってるメイクは3分の1くらいはアミさんおすすめで買ってるから、なんかライトが直だから、なんか分かりにくいかもしれないけど、すごい可愛くしてもらいました。人に頭ワシワシってやってもらうの好きなんですよ。軽くなる。妹を立ち上げて、立ち上げてるんですね。ルルちゃんとかワンコとかこういう気持ちなのかな。いい感じ。なんかすごい人みたい。すごい人なんですけど、光味方につけてますよね。光味方につけてる。中の私でございます。本番終わって超いい気分になってるんですけど、ここからね、なぜかスローモーション&音声が飛んでいる素材になっておりますので、ここから私のアフレコを入れてどうぞ。はい、スローモーションマリナとアフレコ早口マリナでございます。ただいま楽屋に帰ってきまして、本番が終わりまして、ふーっとしている状態でございます。本当にあんな人数の前でこんな公演ができるなんて、うちらは恵まれてるね、すごい感動したね、すごい規模だったねみたいなことをね、チームのみんなとね話して安堵しているところでございます。ここでね出てきたのはキレートレモンだ。そんなに長い時間登壇してたわけじゃないんですけど、やっぱりね集中力を使いまして、体が疲労感がありましたんで、ここでビタミン C を補給していきます。ビタミン C 大好き。そして廊下をね移動しまして、取材に向かっております。この時は何個かのメディアさんから取材の依頼を受けていて、 YouTube のマークの前でまずは写真撮影をしております。足を上げてみたりなんかして、そして来ました、ダーウィン。ダーウィン久しぶり。ダーウィンがポージングをしております。激レア映像。こうやって見るとかっこいいな。ダーウィンへの取材っていうのも最近多くなってきていて、ただダーウィンは取材の時の写真が非常に苦手でございまして、笑顔を作るのをね、頑張れ頑張れ、笑って笑ってってね、うちらねマリネスチームのねスタッフの皆さんからね、笑って笑ってって言われてるところでございます。そして会議室に移動しまして、2人で取材を受けております。いや、こうやってねマリネスのことだとか YouTube のことだとか、ダーウィンについては YouTube の企画者としてですとか、あとはマリネスのねこう CEO 代表としてのね取材を受けられるっていうのは本当に本当にありがたいことですね。そしてネオンが光る会場を移動しながら、スキマスイッチさんの生ライブが聴けるということでね、ワクワクしながら移動しております。キャッ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 キャー。
はい、ライブ終わり本当に感動しまして、涙ポロポロだよって言いながらね移動しまして、なんとここです、今日は関さんのね控え室にねご挨拶ができることになりました。歓喜、やばい、もう心臓がバクついてやばい状態ではありますが、コンコンコンとノックをして入っていきます。あ、どうも、こんにちは、こんにちは、こちらいいんですか、本当に感動して、もう細胞が目覚めました。そうですか、本当に細胞に訴えかけることができたんで、アンチエイジングになった気がします。もうなんか生き返りすぎて、お疲れ様でした。お二人的には今日のイベントってちょっと特殊だったと思うんですけど、はいはい、お二人的にはライブどうでした？だから最初出て行った時にあれ僕らここ出てきていいのかな、必要とされそうです。呼んでもらったんだよなと思いながら、ちょっと間違いな僕ら二人出てきちゃったかなと思って、途中でこれちょっと喋って、なんとかみんなとの距離をこう縮めたいなと思いながら、なんかそんなことをなんか思いながらやってましたね。そうだったんです。また普通のねライブのファンの方とっても違いますもん。そうですよね。確かに、でもそう感じられたかもしれないですけど、客席側もうみんなガン決まりでしたよ。もう。あ、そうでした。そう、多分熱量が伝わりきってなかった気がします。だからそのしんたくん言った隣に上司がいるとかあんなに前に腕を組んでる人見てない。そう。いやだからなんかねオーディションに近い感じ、そんな感じがこうやってやられてるんじゃないかな。何かこっちから言うと、はい、答えてくれるんですよね。そうですね、うん、だからそれがちょっとホッとして、拍手のこう仕方とかもすごく皆さんこうちなみに私フィットネス系の YouTube をやっておりまして、はいはい、存じ上げております。あ、知ってました？もちろん知ってます。見たことありました？あります。本当ですか？テレビでも見てますし、本当お家でもできるんですもんね。あ、そうですね、一応タクトレって言ってこうマンションとかでも足をどんどんさせずに、ね、お家でできるこうフィットネスっていうのをコンセプトにやってまして、はい、運動するときってノリのいいリズムとか聴いたことある音楽とかでこうウォーキングとかしたりとかするとこう乗れるじゃないですか、はい、なので音楽を大事にしてたりとかしまして、はい、あのもしよければスキマスイッチさんの楽曲をちょっとうちのチャンネルで使わせていただけないかなと思いまして。全然もちろん使ってください。いいんですか？はい、ちなみに何かあるんですか？どれくらいいかなみたいな。え、めっちゃありまして、まず全力少年と、あります、もうあげます。いいですか、ガラダもあげます。ガラダもあげます。新曲あのアップっていう曲、あれの歌詞がもうドンピシャにうちのチャンネルに合ってまして、うん、あのライバルは前回の自分、はい、自身、それ本当にあのうちのチャンネル見てくださってる方だったら、マリナさんいつも言ってる言葉やんってキンってなるくらい、すごく私がチャンネルでよく言ってる言葉で。あ、そうですか。新曲も出してもあんまないと思うんですけど、新曲も使いたいんですけど、はい、新曲もぜひぜひ。いいですか？新曲はちょっと上げられないんですレンタルアップテンポの曲、振り付けとかはないので、はい、もう自由になんかつけていただいて、うちの多分ファンのみんなも喜ぶと思うんですよ。嬉しい。全力少年で運動できたら全力使い切っちゃう。使い切ってください。僕らもちょっとあの、はい、お家でやってみます。あ、ぜひぜひ、はい、やります。そしたらうちの、あの、よかったら CD をまたこの中にちょっと、あ、ちょうどアップもあるんで、あ、よかったら、はい、いいですか、はい、ありがとうございます。こちらが新曲のアップです。ありがとうございます。嬉しい。本当に嬉しい。ありがとうございます。ぜひお願いします。私自身もパフォーマンスというかちょっとトークとか運動タクトレその場でやらせていただいたんですけど、裏書かれちゃいました。このレッスンでなんか記憶がもうありがとうございました。ありがとうございます。ボロボロ涙出ちゃってスマスイッチさんでももうこんな感じだったのに、ハラミちゃんがパフォーマンスした瞬間にもうなんで、いや本当に素晴らしすぎて。本当ですか？本当に
に YouTube で聞くのと全然違かった、うん、生は嬉しい、みんなにも聞いてほしいと思ってライブ来て本当に心から生で会いに行ってみんなハラミちゃんとスマティクさんにって嬉しい、でもなんかこんな感情になったことないっていうくらい感動してた、嬉しい、ピアノが歌ってるみたいな、ピアノが歌ってます、そう、あの本当になんかそんな感情になっちゃって、ハラミちゃんも声出してないのに魂が宿ってピアノが歌い出したっていう感覚、大真面目よ、大真面目ありがとうございます、めちゃくちゃ嬉しいです、そして語彙力がすごいんですよ、そう、さっきスキマスイッチさんとご挨拶してたら、うん、細胞が蘇りましたって細胞ってワード出てこないですから、アンチエイジングになったって言った、いやすごいもん、なんか体に向き合ってるから体の変化に敏感なんです、そうそう私そう、若返り細胞とセロトニンがブワーって出てきてありがとう、お疲れ様でした、バイバイ、また会いましょう、ハラミちゃんのチャンネルの方でステージ開始前ね、うん、ちょっと出ていただいてるので、はい、喋ってるのでぜひそちらもご覧ください、全部終わりましたのでお弁当いただきます、終わった、いただきます、こういうところのお弁当美味しいよな、うん、3時から8時までの時の速さがやばかったんだけど、私一瞬で終わった、最後に出演者の皆さんで写真を撮らせていただきました、ありがとうございます、お留守番頑張ったね、うわーただいま、嬉しいね、はあ、うわー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 、いけいけ、声が最近多いよね、うるる、お留守番がまたね、お疲れ様ね、はい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 、ということでお風呂に入るか、めんどくせー、めんどくさいけど入んなきゃだよな、いやでもね本当に本当にあルルちゃんはね夕方くらいまでねダーウィンが見ててくれたんで、ちょっとお留守番頑張ったね、ありがとね、ルル待っててくれて、本当に今日は自分を褒め褒めしてあげようかなというふうに思います、あー楽しかった、スキマスイッチさんとかといい話ができたので、多分メインチャンネルでねそのうちスキマスイッチさんの楽曲を使った動画とかもね出せると思いますので、ぜひ皆さんメインチャンネルの方も楽しみにしててください、よーし、ということでお風呂入れる、ありがとう、ダーウィンがお風呂を入れてくれたので入ろうと思います、皆さんありがとうございました、じゃあまたね、おやすみなさい、I just wanna be